フィギュアスケート男子のソチ五輪金メダリストで8日のグランプリシリーズ第3戦中国杯上海で頭と顎を負傷した羽生結弦19歳 ANA が9日夕成田空港着の全日空便で帰国した混雑を避けるため一般出口から少し離れた出口から姿を現した羽生は車椅子に座りマスク姿出迎えた報道陣や 約160人のファン、利用客に軽く会釈すると、そのまま空港関係者用のエレベーターに乗り込んだ。日本スケート連盟関係者によると、精密検査のため病院へ向かった。羽生は8日、フリーの直前練習で延半、中国と激突、約2分間リンクに倒れ込んだ。頭や顎から血を流したが、治療を受けて強行出場。 ジャンプで5度転倒しながらも滑りきり2位となった到着フロアで一般の前に姿を現したのは1分に満たない短時間それでも出迎えたファンで東京と世田谷区の中学2年生池町慶華さんは生で姿を見られただけで元気をもらえたと感激の表情だ希望羽生結弦と書かれた横断幕を持参そち五輪前に自分でデザインし 者に作ってもらったという前日はテレビ観戦で激突シーンを目撃しショックだったというしかし最後まで滑りきった羽生に精神力が強くてかっこいいと思ったと簡単な表情だった。